社会人を舐めるんじゃない。すみませんでした。私が責任を取りますので。もういい、さっさと仕事に戻れ。失礼します。すみません、俺のミスなのに村又さんまで。カジ部長、手痛がってたの見た？やめてください。村又さんはすごくいい上司だ。俺が怒られるといつも優しく笑ってくれるから、一緒にいると仕事が楽しい。私らのオアシスが別のとこにしますか。そうだ、うちで飲もう。こっから近いし。っていうか村又さんはいつも俺が謝ると話をそらして、自家製の梅酒美味しいです。何その逆切れ。いいんだよ、反省してるの分かってるし、次もっと頑張ってくるもん。信用してるよ、カジのこと。天使か。次のプレゼンで部長ギャフンと言わせてやろ。ああ、下どうしたんですか。見た、バッチリと。ああ、自分家だから油断した。スプリットタンでしたっけ。笑うとき口元隠してたのはそういうことだったんですね。引くよね。引かないですよ。でもなんでまた。まあ若気の至りってやつだよね。それって左右別々に動くって本当ですか。えらキスうまそうっすね。バーカ、してみる。今したんかい。童貞なんで引きます。それ私がもらいたいって言ったらどうする。エッチしようってことですか。違うよ、これだから童貞は。もう違います。ああ、そうだった。カジ。はい。これ今度の会議で使う資料なんだけど、データまとめてもらえるかな。はい。あさってカジの誕生日だね。え、あ、はい。顔赤いけどどうした。風邪？完全に遊ばれている。大人の余裕、俺も大人の余裕を持たないと。乾杯と思ってはいるんだけど、やっぱりすごく目で追ってしまう。いつも通りにしたいのに、これじゃバレバレだ。っていうか、ほんとなんであの人普通にしていられるんだ。まあ、そこが好きでもあるんだけど、もしかして本気なのって俺だけだったりして。そういえば付き合う付き合わないの話してないしな。あ、でも大人ってそういう話しないもんなのか。うん、わからん。カジってカラオケ何歌うの。バックボーンとか。村又さんは。私はね。ごめん、もうやらないって。カジ、ホテル行こう。の余裕。ああ、またやっちゃった。社会人失格、浮かれすぎ。でも可愛いよ、好きだよ。早く休日にならないかな。ああ、お疲れ。お疲れ様です。家事いなかったら全然終わってなかったや。それより誰も知らない村又さんを知れたのが嬉しかったです。私も知らなかった。でもきっとこれからも家事にはいろいろさらけ出しちゃうかも。はい、どんな村又さんも好きです。おい隼人。の、そ、うるせえよバカ。悪い、そねちゃった。
便所行くだけだっつの。ほんとカースト上位のやつってクソだな。どうだ、ハヤト、ちょっと聞きてんだけど。モモセ、カースト上位してんのの一人、怖い。とりあえず見してよ。私のすごく小さいから死ぬかと思った。ごめんなさい。こいつなんとなく怖かったけど、案外素直なやつなんだな。ああ、気まずい。リンチされたらどうしよう。ハヤト、お昼一緒に行こう。導かれるように森の中を進んだ。これは宗方瑠璃江と申します。こちらは一人娘の名琴。それと住み込みで使用人をしてもらっている蓮です。はあ、どうも。揃いも揃って美人な上に。谷様ですね。それでここにはどうして。私は都内の教育系出版社に勤めていたんですが、こいつらには適当な作り話をしたが、真実はこうだ。俺は一人のキャバ嬢に惚れ込み、会社の金を横領してまで女に貢いだ。だが、その女は俺を捨てて金を持ち逃げし、あげく、横領がバレて俺は警察に追われる身となった。そういうことでしたら、どうぞごゆっくりなさってください。谷様に、名琴の家庭教師をしていただきたいのです。教師だって？クソ、俺をこき使おうとしやがって。谷様、まだ起きてらっしゃいますでしょうか。あ、はい。どういうつもりなんだ。谷様もお疲れでしょうし、すべて私の方でしてしまいましょうか。ねえ、もう終わりでいいでしょ。勉強なんかよりいろんなお話しましょう。先生はママやナコトのこと好き？あのね、ナコトちゃん、恩人をそんな目で見るなんて失礼じゃないか。ナコトと先生は今お部屋に二人っきりなのよ。今だったらナコトを好きなようにできちゃうかもしれないわよ。その後俺は偶然入った書斎の本棚から瑠璃江の死んだ亭主のものと思われる日記を発見した。邪神、巫女、生贄、なんだこの妄想ノートは。瑠璃江は邪神召喚のために自分の娘を生贄に捧げようとしている。これを読んだ方、どうか娘を、誠を助けてほしい。バカバカしい。なんだ。ねえ先生、ママのこと妊娠させてくれたのね。どうしてそれを。昨夜銀の鍵の門が開く音が響いて、玉虫色の無明の霧がこの家を包み込んだでしょ。あれは新しい巫女がお腹に宿った印なのよ。
何をビビってんだ。どうせ死んだ父親の妄想を信じてるだけだろう。そんなことよりも安心して、約束はちゃんと守るわ。だったわ。いいでしょう、親子合わせて楽しんでくださいませ。